はい。今私がいるところはですね、天神お月屋ピラモールからね、テンパーク通りっていうところに行く、ちょうどその交差点でですかね、そこからなんですけどね、これからですね、まあ、少しスラロームをしながら行きますけど、今ここでですね、もうそろそろ帰ろうかなと思って、行ったところで、ああ、じゃったと。歯のリクエストがあったんだったと思ってですね、それをね、そこの場所を取ろうと思ったんですけど、その場所を取るだけではですね、3分で終わってしまうかもということで、それじゃあんまりだなという思いがあってですね、それじゃこのアプローチをつけようという感じでですね、今こういうふうに急遽、こんなふうにほら、スラロームをして、西郷さんの横前を通ってですね、いるところですがよ。時刻は5時、いや、すみません、3時53分。ちょっとこういうところで、少しね、いやいや、こういう花を見るとですね、ついついね、こんな風にね、止まってしまうんですよ。いい天気でしたよ。まだでしたよって、まだ日は暮れてないんだけども。中央公園で、なんかあれですね、イベントがあったみたいですね、あるみたいですね。あ、ここも辺りもほら、桜が。もう葉桜になってますね。ちょっと逆光になってちょっと暗いですね。はい、アングルを変えます。この横はあれですね、照国通り。はい、こうやってこっちの方がさっきちょっとアップじゃないけどカメラを向けた桜並木ですね。鹿児島に来た修学旅行なんかでこの辺りに泊まった方も多いんじゃないでしょうかね。中原別荘。地名はあれですね、照国町。ここのね、今カメラを向けましたけど、これはね、県立博物館ですね。この前ね、外装の化粧直しが終わったみたい、終わったばっかしみたいですよ。ここですね、向こうに渡りたいんだけど、途中にはもう横断歩道がないかもしれませんからね。ここで渡りましょうか。横断歩道がないともうあれですからね、歩く方はもうしんどいですよ。はい、リクエストをくださいました方、ありがとうございました。もう分かりますでしょう。ちょっとね、あそこまでね、一旦歩きますからね。
いや、おかげさまでですね、あれですよ、リクエストくださった方とですね、一面識もないのにね、なんかね、ほら、一つの、思い出とかそういうエピソードを、共有することになるんですよね。そうするとね、なんかね、本当親戚みたいな感じしますよ。はい。こっちの横の景色も映しておきましょうね。何ですかね、ドライブ動画にはその未来に残す今の鹿児島という、あれをしてますけど、この歩き動画もそうですからね。例えばここにローソンがありますけど、昔はありませんでしたからね。どこだったかわからないけど、私がエンジン飛行機を作っていた頃はですね、この辺りにね、確かね、高尾だった、カタカナの高尾っていう模型店があって、そこのスタッフの方が、まあ、自分自身が、あれですよ。模型飛行機が好きでっていう感じで、で、私たちによく、アドバイスをしてくれたですからね。だから、その高尾模型店があったのはそこかもしれませんね。はい、カメラを戻します。はい、ちょっとここ見上げますね。はい。一旦は見上げますね。こうして見ると大きいですね。エルセルも。はい、アングルを変えます。こういう感じでですね、被写体を見るってことはあんまりないんですよ。そのリクエストをくださった方なんかがどういう目でこの辺りを見ていらっしゃったかなっていうのがわからないもんですからね。これでこっちをずっとこう、私がエルセルも全然知らないっていう感じで見て、ここは何だろうか、ホテルだろうかっていうような感じですもんね。ああ、豪華な感じがしますよ。リムジンがありますね。いやいや、こうして見るとやっぱりあれですよ、豪華ですよ。ちょっと離れましょうかね、こっからね。はい、んでふーっと見るとあそこにほら教会みたいなのが見えますから、あそこでチャペル式の結婚式を取り行われるんでしょうね。はい、アングル変えます。はい、あれですね、この植え込みのツツジかな、サツキかな、もう花をつけ始めましたね。はい、ここからのですね、エルセルモです。今度は反対側にですね、歩きます。この両サイドの景色を入れながら歩きますからね。いやいや、やっぱり見上げたくなりますよ。高いものは見上げたくなる。ほら、こんなにして本当見たことなかったな。きちっと作ってありますよね。はい、アングル変えます。走行車を隣を走る車がいなくなるとすごくあれですね、静かになりました。ほんで今日はですね、もうこういうリクエストの答えながらする話題じゃないかもしれないけど、右のですねスリッパですよ、かかとがね外れてもいないのに、カッポン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 とかするんですよ。
マイクには入ってないと思うけどね。もしほら、入っていた時はやっぱり、それに触れとかんとですよ。カッポンカッポン音はないやろかいって思われるかもしれませんけどね。はい。ここからですね、90度。はい。まっすぐ行きます。もうコメントはなしにしますからね。まっすぐ行きます。ここあたりの景色はどうだったんだろうか、変わったんだろうか。ちょっと駐車場側からですね、ずっと回ってみますね。ここにね、看板が見えるんですよ。お酒屋さんの看板が見えますからね。ただやっぱりこう、ゆっくり見えた方がいいんじゃないですかね。はい。鹿児島の代表的な、お酒の、あれです。白波、薩摩白波ですね。はい。住宅街ですね。はい、ここをですね、本当向こうの10号線の音が全然しなくなりましたね。ここに散髪屋さんがありますけど、ね、散髪屋さんじゃないか、美容室ですかね。はい、ちょっとアングルを変えます。あれですよ、アジサイ。桜桜って今言ってますけれども、桜が終わると、桜が終わると何なんだっけ、ツツジ、サツキ、そしてあれですかね、今の。あれ、アジサイ。次々に花が咲きますからね。日本の場合は。だけど、10月からとかしんどいですよ。実際自分がですね、去年をずっと、アーカイブ動画を見るときですね、ちょっと待ってくださいね。ここね、左側にね、照君神社があってですね、その前にね、鳥居が見えるんですよ。ここはね、吹き上げそうっていう。ホテルのちょうど角ですけど、はい、テレクニー社のあれですね。この辺りちょっとアングルを変えましょうか。はい、今ですね、テレクニー社を背中にして、歩いているところですけどね。どっから音がしてるのかわからない。声がするのかわからない。あれですかね、あそこの、ちょうど、イベントの音だったんですかね。はい、先ほどさらっと言ったのリクエストの方にですね、今度暖かくなったらそこから中央公園側に歩き取りしますからねって言ったもんですからね、お約束通り、行きますからね。はい、進行が多いなと。照君神社側、ほら、こっち。こっちが照君神社側ですね。
と風がね、本当はね、駐車場まで、地下駐車場まで、あ、その前にほら、桜。桜から呼び止められましたよ。はい、ちょっとアングル変えますかね。もうちょっと映してからね。はい、アングル変えます。アングルを変えてよかったですよ。これがあるのを忘れてた。ここですね。ほら、国道3号線とですね、国道225号線。それからですね、国道10号線。いずれも終点なんです。で、終点がですね、今渡ってきた、ここの交差点。支点じゃないんです。終点。はい。ということで、アングルを変えます。桜の花はこっちからちょっと逆光気味もいいかもしれませんね。はい、中央公園側に行きます。これはあれかな、今左側をですねこう見てたら柵がしてあるんですよ。だから有料でかな、中に入るのが有料なのかもしれませんね。ちょっと待ってくださいね。あ、そうみたいですよ。今日はね、中には入りません。ただのリクエストをくださった方に対して、なんて書いてありますかね。ちょっと待ってください。肉月と、なんかそうな、あれなんですね。ああ、私は知らないけど、結構有名なんだ。あ、そうか、そうか。いや、もう、エンディングに入ってますよ。はい、いいエンディングのね、場所を見つけましたからね。はい、どうですか、こういう感じ。ほら。こんな感じ。肉月だ。そのあれが邪魔になるな。真ん中の街灯が間に。あ、ここで行こう。すみませんね。何度もかんでも。どうですかね。こんな感じで。はい。ということでですね。この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。